こんばんは、くうみと申します。本日もよろしくお願いいたします。今日もプロス PS やっていきたいと思います。今日はですね、ガチャと契約書開封両方やっていきたいと思います。セレクションが来たということで、まあ、セレクションはね、一番好きなガチャなので、第2弾も一発勝負ということで30連だけ引きたいと思います。まあ、1人はこれでねいただけるということで30連して、でその後で TS 第4弾の累計ですね、まあ、33% かなんですけども、累計のを引くっていう流れでやっていきたいと思います。セレクションね、ほんといっぱい引きたいんですけど、半分なんですよね、極みにできるのが。田口選手確か極みにできるんじゃないかな。岡本選手とかね、大瀬良選手とか、あの大野選手とか、結構ね、牧君はちょっと厳しいかな。でもセ・リーグは結構極みにできる選手が多くて、それこそ山岡選手とか、あとまあ山川選手とか、まあ、ぼちぼちいるので、まあ、2分の1の確率で勝ちっていう感じなんですよね。なのでまあ30連一発勝負にしたいと思います。エナジー増やしてきます。はい、ということで増やしてきました。ではいざ30連いきたいと思います。極みで継承できる選手が欲しいっていうのは変わらずいきたいと思います。まああんまり高望みしちゃいけないですね。まあ1枚だと思って引きます、30連。まああのあわよくば、まああの S ランクもう1枚欲しいけど、まああれ 30% ですもんね、確かね、セレクションね。だから、まあ、まあ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 あわよくば2枚飛んで行きすらしないということで、さあ見ていきましょうか。まあ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 、でもいいんです、30連目で1人でもいいからセレクションであのスピリッツで極みっていう選手が欲しいんですよね。全然来ないんだけども。 B ランク9枚からの最後いきましょう。 A かな。ああ、いいですね、いいですね、 OK です。スグル選手、さあ行きましょう。一応ね、一応、いやー、30%ですよね、そうですよね、まあ、このあと TS33% も引くんだけども、 33% より低いんで 30% か。まあ、月と月じゃ何もわからんっていう感じですね。笑っている、笑っている。んよし、これは来たんじゃないですか。あのね、ちょっとね、このね、テンション上がっちゃってる状態でね、演出をね落ち着いて見れないんだけど、ここだけかな、今のとこ、今のとこだけリリースで青だけ。あ、これは2枚じゃない、これは1枚かな。まあ、2枚の可能性もあるのかな。はい、いきなり A ランクから始まりましたね。さあどこで来るんでしょうか。ラストかな、途中で来るかな、途中で来る気がするけど、途中で来る気がするけど、あれ途中で来る、途中で来たね、途中で、すごい超えてた。いや、セレクション2枚抜きは、いつ以来、確定外でセレクションって久しく出てなかったんじゃないですか。いや、嬉しい。松川選手や原突はね、もちろんできないんだけど、いや、嬉しい、かっこよ。やっぱね、バッテリー組んでた相方がベイスターズにいるので、小園選手ね、やっぱり嬉しいですね、松川選手。やっと、ちょっと次も見ていい、次は選ぶかな。いや、嬉しい。あ、A ランク、メルセデス選手と。いや、来ましたね。やっぱり欲は捨てて引くもんなのかな。やっぱちょっともう無理かなと思うんですけど、みたいな。ちょっと控えめな感じで引くのがいいんですかね。はい、ということで、1枚目セレクションゲットしました。あと1枚いただけるということで、あと最低1枚いただけるということで、欲が出てきましたね。さあ、見ていきましょうか。いやー、ありがたいな。いや、ほんとこれね。スペシャルなガチャはね、来ないんよ、なかなか。その S ランクを確定外で引けることはあっても、やっぱそこから 30% を引くっていうのがきついなっていう印象がずっとあったんで、いや、もういつぶりだろう。よし、よし、まあそりゃそうか、まあそりゃそうですね。こっからもっと演出がいっぱい来ると、いやでもこれは普通に1枚かな、確定の最後だけですかね。笑いはすると、さっきと一緒じゃない、演出。森くん、さっきと全く一緒な気がする。うわー、野間、はい、野間選手。来ないかな。でもね、このガチャ、やっぱガチャ、契約書とは違うから、確
ってなくてもさ、演出なくても来る気がしたけど来なかったか。ラストですね。さあエコー、ちょっと待ってね、フラグじゃない、フラグじゃないんだけど、マジで被らないで、本当に本当にいろいろ思い出すから被らないでね。いきますよ。はい、おー、安楽選手、パリーグが来ますね。そっか、いや持ってないよね、持ってないんだけどさ。そっかそっか、ぐるぐる回っちゃう。うわー、全然頭になかった。なんかさ、前にさ覚醒できましたっけ、結構前それか、いや取んなかったんだよねその時確か。いや嬉しいですね、セレクションで登場か。いやーありがたいんですけど、どっちも幻突できない、どうしよう。しかも2人も多分1枚も幻突できないっていう。 A ランク、いや A ランク持ってないよな。うん、松川選手はね確実に持ってないと思う。まあ今後の A ランクの引きに期待って感じですかね。 A ランクは実装されてるんですか、ちなみに。あ、一番最初から来てるのかな、されてない、されてないですね。そっかそっか、じゃあ安楽選手狙いで楽天で引くっていうのはまあありなのかな。はい、ということで、では、ここからがまだまだあります、まだあります。ここから、TS を引いていきたいと思います。TS もまあこれも確率なんですよね。でその前にちょっと運試しをしようかな。ちょっと運試しを1枚だけします。これを引いて1枚だけちょっと引いてから、じゃあちょっと期限がギリギリなんでこれだけ引いて、じゃあ、TS 行きたいと思います。とりあえずまず肩慣らしということで、ちょっとね、セレクション引いてちょっと心拍数が上がっているので、まずはちょっと、まあ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 、まあまあそうだと思うんですけど、たまにこういうところでミラクルが起きるかもしれませんからね。一応見ていきましょうね。まあ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 起きませんでしたと。はい、松本選手です。ということで、じゃあ TS 引いていきたいと思います。TS はね、昨日の夜から始めて、なんだっけ、バッティングトラベラー。ギリギリ終わりました。でもエナジーはね、思った20とかぐらいしか累計回収しながらだとそんなに減らなかったですね。思ったほどダメージはなかったです。ということで、ちょっとこの TS の A ランク契約書も一緒に引きたいな。でこれと、A ランク契約書、これも一緒に引きましょうか。もう狙い難しい。あ、でも意外となんか亀井選手とかさ、亀井さんとか糸井さんとか意外となんか A ランク持ってる系の人もいた気がする。まあ田代さん引けたら嬉しいけど、私田代さんの A ランクも持ってないんで何とも言えないところですね。まあとりあえずここで A ランク回収しつつ、まあまあ誰でも嬉しいです。わかんない、 TS が出た方がいいのか、で外した方が極めにしやすいのかわかんないんで、とりあえずこの順番でチェックつければ最後に TS が来ますかね。まあ、S ランクいただけるということで気楽に引いていきたいと思います。はい、まあ、これはね S ランク契約書混じってるから演出じゃ何とも言えないんだけども、うん、まあ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 そうですよね。さあ最初は A ランクですよね。あれ順番間違えた、おお。あれ一番最初にチェックつけたらダメだった、間違えました。はい、ムーチョさんです。なんかキャッチャーよく来ますね。なんかキャッチャーばっかじゃない、なんかキャッチャーコレクション来てますね。キャッチャーって一回来始めるとめっちゃ来るんですけど、全然来なくなると本当にキャッチャー並みになっちゃうんでありがたいんですけど、はい、中村選手ありがとうございます。うわ、これはもうあとちょっとなんか消化試合みたいな感じになっちゃいますけど、 TS は、はい、横山さん、はい、和田さん、いいですね、いいですね、はい、中島さんと中島さんと、はい、ということでこんな感じでございました。キャッチャーで始まりキャッチャーで終わりましたね。良いでしょう、 33% なんで、まあ私はもうセレクション2枚引けたことが嬉しいんですけど、今後の育成どうしましょうっていう感じですね。ということで提案はしましたが、まあ、昨日の夜ちょっとどうしよう、今から累計どうしようって思ったんですけど、まあ、やってよかったかなと思います。はい、でもセレクションも来ちゃってね、お忙しだったんですけども、はい、まあ、今回はこんな感じでおしまいにしようかなと思います。まあ、近々一斉開封というほど契約書溜まってないんですけど、まあまあぼちぼち契約書引きながらちょっと喋るみたいな動画も出せたらいいな、あと生放送も週末やろうかな、どうしようかなっていう感じです。はい、ということで、ではね、また生放送告知します。ということで今回はじゃあこの辺でおしまいにしようと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はこの辺でバイバーイ、おつくみ。